2014年9月12日23時31分。ネットで見つけた怖い話。第6953話、妻が私を見つめている。妻が私を見つめている。私の胸に、妻と暮らした数十年の年月が去来する。妻の命が消えようとするこの時を、私は、心に刻みつけようと思った。妻はたどたどしい言葉で、自分がいかに至らない妻であったかを述べ始めた。気が強かった妻が、このようなしおらしい言葉を口にするものなのか。私の心の中に、言葉で言い表しようのない感情が溢れてくる。妻は涙を流しているようだった。この後に及んで、妻の甲斐さとしの言葉を聞きたくはなかった。もういいんだよ。私は、そう言うと、手に力を込めた。ネットで見つけた怖い話。第6954話、仲が良いと評判の家族。とあるマンションの一室に、仲が良いと評判の家族が住んでいた。しかしある日、夫婦は些細なことで喧嘩を始めた。怖くなった娘は、思わず外へ飛び出した。娘がいなくなったことに気づいた夫婦は、深く後悔した。しばらくの間、夫婦は呆然と窓の外を見つめていたが、意を決して、娘の後を追った。その家族は、仲が良いと評判であった。55、わかんねえ、222、娘自殺、後を追う両親自殺。ネットで見つけた怖い話。第6955話、子供を呼ぶ。長年連れ添ってきた彼女と、ついに結婚することになった。彼女は嫉妬心が強い子で、他の女の子と話をするだけですぐに不機嫌になるんだ。でも、本人は浮気を全くしないし、俺だけを愛してるって何度も言ってくれた。だから俺は、彼女と結婚することに決めたんだ。挙式を終えて、一戸建てを買って、二人の新婚生活が始まった。妻は毎朝俺を玄関から見送って、夜は必ず料理を作って待っていてくれる。俺は、本当に幸せだった。そして数年後、妻が初めての子供を産む。医者によると女の子だそうだ。俺は、初めてのことで、それこそ大喜びした。妻も笑顔で自分のお腹を撫でて喜んでいた。やがてお腹もぽっこり出てくるようになり、俺は、妻の腹に耳を当てて、もうすぐ生まれてくる我が子の様子が、気になって仕方がなくなるようになった。朝起きた時、夜帰った時、俺は、毎日のように妻のお腹から我が子を可愛がった。ある日、病院から仕事先に一通の電話が鳴った。妻が流産したのだ。俺は、上司に無理を言って、急いで妻が担ぎ込まれた病院に向かった。そこで俺は、産婦人科の担当医から、流産の事実を聞かされた。嘘ではなかった。俺は、病室で寝ている妻のところへ向かった。妻は疲れたような、悲しいような目で窓の外を眺めていた。俺は、残念だったな、とつぶやいた。そうだね、と妻もつぶやいた。その後に、振り絞るような声で、こう続けた。でも私、また子供作るよ。死んじゃったあの子の分も生きられるような、元気な男の子をね。71がわからぬ。なんで流産したのが男の子ってわかるのってオチだったら、お腹にいる段階でも性別は検査すればわかるだろうっていう。87、女の子を産む気は初めからなかったのだよ。87、たとえ娘でも夫の近くに女を居させたくない的な思考じゃないのか。87、ヒント、嫉妬深い妻。子供は女の子だった。次は男の子作ろうね。ネットで見つけた怖い話。第6956話、クローバー。最近、近所で連続殺人事件が起きている。
被害者はすべて同じ小学校の子供、その犯行はとても残虐で、死体は見るに耐えない形になっているという。事件現場に備えられたたくさんの花。しかし、その中にクローバーが大量に備えてある。他の現場でも、必ずクローバーが大量に備えられている。どうやら、あるおばあさんが備えているらしい。歳は80といったところだろうか。とても温厚そうなおばあさん、涙は見せず、優しい笑顔で花を備え、手を合わせて帰っていくお孫さんなのだろうか。知り合いの子供さんなのだろうか。私も花を備えにと思い現場へ向かうと、ちょうどそのおばあさんと会った。おばあさんはいつものようにクローバーを備えている。なぜクローバーを備えているんですか？クローバーって、四つ葉とかあったりして幸せな花じゃない？向こうでも幸せにしてほしいって意味を込めてるのよ。そう答えるおばあさんは、とても優しい目をしていたが、時折切ない表情も垣間見えた。実はね、私の孫も亡くなってしまったのよ。別の事件なんだけど、学校の事故で。詳しいことは、まだわかっていないらしいんだけどね。この殺人事件で亡くなった子たち、孫ととても仲良くしてくれてたらしいのよ。だからこうして、全員にクローバーを備えているの。涙しながらそう話すと、おばあさんはその場を去っていった。こんな優しいおばあさんもいるんだな、という思いにふけりながら帰宅した。99。わからん。オチで一番ありそうなのは、おばあさんが犯人ってパターンだとは思うんだが。138。殺人事件で死んだ子たち全員仲が良かったのはおかしい。クローバーの花言葉は復讐。138。俺勝手な予想だけど、孫が学校の事件で亡くなった。この子たちは学校で孫と仲良くしてくれた。いじめ自殺。だから全員にクローバーを備えている。全員に備える。孫をいじめた子全員に備える。今生きている孫をいじめた子にも、これからクローバーを備える。じゃないかな。ネットで見つけた怖い話。第6957話。うわ、ゴキブリだ。うわ、ゴキブリだ。何ビビってんだよ。俺ゴキブリだけはマジで無理なんだよ。汚い家で悪かったな。そんなに嫌なら俺が殺してやるよ。よくゴキブリ出るのか？殺したことあるの？たまーに出るかな。殺すのは今日が初めてだけど、まあ大丈夫だろ。待て。汁とかたくさん出るんじゃねえ？カーペット汚れるぞ。当たり前だろ？後の処分の方が大変なんだから。刃物使わなきゃ血とか内臓とか出ないように殺せるだろうけど、初めてだからなぁ。刃物じゃなくても、新聞紙とかで潰したって出るだろ？なんか申し訳ねえな。気にするなよ。お前は友達だし、せめて痛くないように一発でやってやるからさ。覚悟は、いいか？おう、153、友人を殺すって意味か。ネットで見つけた怖い話。第6958話、東南アジアのある国を訪れた。一人のアメリカ人の男が、東南アジアのある国を訪れていた。男は知人の家に行くためにミワトラックを借り、現地の人間を雇って運転させた。男自身は、たくさんのお土産とともにトラックの荷台に乗った。荷物が落ちないように見張るためであったが、男は景色を広い視野で見たかったので、悪い気はしなかった。出発から1時間ほど経って、トラックはスラム街に差し掛かった。そこでは多くのストリートチルドレンたちが暮らしていた。みな痩せ細り、服もボロボロだった。教育もまともに受けてはいないだろう。彼らは男をじっと見つめていた。男は彼らにひどく同情したので、お土産の一つの段ボールを開け、走りながら中身のチョコレートをばらまいた。男は走り去りながら、ストリートチルドレンがチョコを拾って食べる様子を見て満足していた。3ヶ月後、男はまた同じ国を訪れ、トラックを借り、現地人を雇い、荷台に乗って知人の家に向かった。
そして、トラックは1年前と同じ道を通り、スラム町に入った。ただ一つ違うのは、今回はお土産を持っていないということだった。ストリートチルドレンたちは男とトラックに気づくと、じっとその行方を見守っていた。男は彼らに感謝されていると思っていた。しかし現実は違った。ストリートチルドレンたちは、男が食べ物をくれないとわかると、トラックの進行を妨害しだした。そして荷台に乗り込み、男の唯一の荷物のリュックを奪って逃げていった。財布やパスポートなど貴重品が入っていた男は憤慨した。恩仇で返された。道徳を学んでいないことは罪である。無学は愚かだ。言いようのない怒りが男の心を占領した。さらに半年後、男はまた東南アジアのその国を訪れていた。一度ひどい目に遭わされていたのにだ。トラックを借りた。現地人を雇った。荷台に乗った。今回はたくさんの段ボールを抱えていた。しかし、それは知人へのお土産ではない。男は運転手にスラム町へ向かわせた。男は期待と興奮で胸を高鳴らせていた。スラム町に着くと、男は大きな声で叫んだ。その国の挨拶の言葉だ。ストリートチルドレンにだって理解できた。彼らは男の元へ集まってきた。男は荷台の段ボールを開け、素早く中身をばらまいた。それはたくさんの消しゴムとクレヨン、そして液体のりだった。男は半年前帰国してから、これらをストリートチルドレンたちにばらまくことが、男にとって本当の幸せを届けると思いついたのだった。走り去りながら、消しゴムやクレヨン、液体のりを拾うストリートチルドレンを見て、男は心から笑った。男からは爽快感が溢れていた。これを読んだ人々が、憎しみはたくさんの人間を苦しめるということを、理解してくれることを、願う。196。持ってても使わないってことか。451。食うんだよ。ネットで見つけた怖い話。第6959は、私は、最近、登山を始めた。ある日、山を登っていると、居合わせた女性と仲良くなった。彼女は慣れていて、ベテランのような感じがした。リュックからは、見たこともない道具が覗いていた。初めて2ヶ月の私は、ついていくことにした。彼女はいろんな話をしてくれた。仕事がうまくいっていないこと、彼氏に振られたこと。私は、話を聞き、相談にも乗った。山の頂上近くまで来たところで、彼女は、花を摘んでくる、と言って行ってしまった。その時の表情は、今までの彼女とはどこか違っていた。私は、しばらく考えていたが、意を決して後を追いかけた。358。自殺？よくわからん。367。花を摘む。というのは、トイレに行く。ということを縁回しに言った言葉である。登山家では常識の言い方らしいが、最近登山を始めた。私、にはわからなかった。トイレを我慢していてこわばっている顔を見て、この表情は自殺しかけているのでは、と勘違いした。私、が、追いかけてしまうという話。ネットで見つけた怖い話。第6960は、最近結婚したじいちゃん。近所に80歳のじいちゃんがいたんだ。金を持ってて、こち亀両津のじいちゃんを想像してくれたら良いと思う。ある時、すごく若く可愛い女性を連れていたので、お孫さんですか？と聞いたら、嫁じゃ、妻です。と同時に帰ってきた。聞けば、つい最近結婚して籍を入れたとのこと。後でじいちゃんに、こっそりどうやったのか聞くと。なあに、20歳ほど年齢をさば読んで求婚しただけだよ。って笑ってた。270。実際には80歳だが、100歳だとさば読んだんだな。女は遺産目的。
ネットで見つけた怖い話。第6961話。それはずっと耐え続けていた。それは広大な大地にしっかりと根を下ろして大きく茂っていた。ある日、化学物質が混じった雨が降り注いだ。だが、それは雨の間ずっと耐え忍んだ雨は大地を流れ去っていった。しばらくして、熱く乾燥した暴風が襲いかかった。だが、それは暴風にもじっと耐えた。雨暴風にずっと耐え続けた。さらにある日、酸性雨が降り注いだ。多くの仲間が枯れたような色になった。時を置かず暴風が襲う。だが、それは耐えた。ひたすら耐えた。時の流れは残酷だ。栄養も足りなくなり、痩せさえるようになった。仲間もどんどん減ってきた。生命力も尽きようとしている頃、また雨が降り注いだ。刺激臭のする雨だ。相変わらず乾燥した熱波も襲ってくる。また多くの仲間が燃われた。ほとんどの仲間が消え、大地が不毛になった。すると突然、空から命を持たないそれが大量に降ってきて、大地を覆った。394。それの正体がわからない。437。想像するんだ。肌色の大地に生える黒いものを。437。髪の毛。ネットで見つけた怖い話。第6962話、自殺例。数年前、沖縄に旅行した時の話です。沖縄の米軍基地近くにある賑やかなショップ町にいる占い師に、500円で占いしてもらえると話を聞き、行ってみることにしました。そのショップ町には、3人の占い師さんが常駐しているようです。そのうちの一人の占い師さんにだけ、やけに人が並んでいました。ただの占いだしこんなに並ぶのは、と私は、乗り気ではなかったのですが、友達がどうしても、というので、並ぶこと1時間。占いの順番近づくたびになぜか寒気がし、肌がガタガタ震えるほどの寒さ。夜だとしても夏の沖縄だし、風も暖かく寒いはずがありません。その証拠に考っている人は誰もいなく、友達も寒くないと言っているし。確かに私も、体が寒いというよりは心臓が震えるような感じでした。占いの順番が来た時には、もう話すのが必死なほど歯が震えていました。そして私を見て占い師さんが、あなた自殺霊がついてる。というではありませんか。ぎょっとしました。ついている理由もわからないし、つくようなことも場所にも言っていません。心当たりが全くありませんでした。さらに占い師さんは、そのままにしておくとあなたも同じ運命たどるわよ。あなたの守護霊は弱く流されやすい。すぐにでも近くの神社に72円を納めなさい。そしたら去ってくれるから、と言い、もう恋愛運どころじゃありません。そして占いがひとしきり終わり、占い師の元を去ると、あんなにひどかった寒気が徐々に引いていったのです。それもやけに不思議だったのですが、ふと友達が、幽霊がついてる人って、知える人に会うと幽霊が怯えて寒くなるらしいね。というもんで、このままにしておくのも気味も悪いので、五穀神社に行って72円をお賽銭しました。沖縄旅行の後、親戚のおばさんが私の顔を見て一言、顔が変だったのが治ってる。と、なんとまあ失礼なことをと思いつつも、何が変だったの？聞いてみると、旅行前は、あんたの目の中に誰かがずっと映っていて、身体も黒い煙に包まれていたけど、怖くて言えなかったの。という。そしてさらに、言いにくいけど、あんたの元彼の写真にも、同じ黒い煙が映っていたよ。と続けました。その一言で、私に自殺霊がついていた理由がわかったのです。元彼と付き合っていた頃、私の家に彼が遊びに来たことがありました。彼はいつも通りにしていましたが、就寝直前に。実は俺、ここに来るとき、人身事故見ちゃったんだ。電車に乗ってて、ふと前を見たら人が飛び降りてさ。彼はいつも先頭車両に乗っていて、その電車が人身事故を起こし、
彼は事故に遭った男性を見てしまったという。お葬式でも人の死に遭ったら、家に入る前に体に塩を振るのが日本で知られる常識です。そういうこと無頓着な人だったので、気が回らなかったのかもしれません。塩を振らなかったことを思うと、私は、彼が連れてきた霊を部屋に招き入れたことになります。もしかしたら彼は、そのまま私の家に置いていったのかもしれません。それとも、その時私の中に自殺霊が入ったのか。私についていた自殺霊、私も元彼も同じ黒い煙をまとっていた。元彼が遭遇した人身事故。そんな元彼を何もせず家に招き入れた、すべてにガッチがつくと思いました。私が教えていたわけでもないので、こじつけと言われてしまえばそれまでですが、そうとしか思えませんでした。ただ、私にも元彼にも同じ黒い煙というのを考えると、霊が二分されたんだろうか、とも思いますが、それはよくわからずしまいです。知えないことを後悔しつつ、でも知えないからこそ普通に生活できるのだとも思います。おばはいわゆる、知える人。なので、何かついているときは構わず教えてくれとお願いしました。知えるだけで何もできないのが残念ですが、幽霊を全く信じない人に話しても鼻で笑われるだけですが、今回はオカルトネタを全く信じない人が元彼だったわけで、その元彼には未だに自殺霊の片割れがついているのかなと、気になったりもします。将来自殺しないといいですが、補足、お賽銭って、本来は、賽の河原の船賃、のことらしいです。なので72円は、もしかしたら一人分の船賃だったのかなと。ちなみに占い師さんは、よく当たることで有名みたいです。ただサイトとかメディアにも出ていないので、知る人ぞ知るといった感じのようです。友達の性格も、友達の元彼の細かい性格とか、今彼のことも全部言い当てて笑ったほどです。メガネかけているおばさまです。占い師3人のうち1人だけ女性なので、すぐわかります。今日のオカルトスレ。一度は、火葬場を語ろう。お世話になる。火葬場の不思議や素敵な施設、設備について語りましょう。魅力的な火葬場画像もうぴーしてちょ、塗装ネタあり。2、余る時あるよね残った骨間側一体。12、普通にほうきで履いてた。4、余ったお骨は残骨碑の下に。ナム、14、九州なんだけど、病院と火葬場の間にあるコンビニには、レジのあるところの天井にお札が貼ってあります。16、昔から不思議に思ってたんだけど火葬場で働く人、役係、ってどういう求人で就職するのかな？区役所の職員とかですか？やっぱ焼き加減とか職人的に腕の差があって給料も違うとか？仕事帰りに同僚と養老の滝なんかで、今日俺8体も焼いちゃってよ、明日は暇だといいなぁ、なんて言いながらウーロンハイとか飲むのかな。20、正規の職員じゃなくて食卓職員がいるよ。欠員が出ても公募はせずうちうちで探して雇うらしい。22、今はわからないけど、昔は B の人たちの専売特許。チップやお礼金を出さないとしっかり焼かないという噂もあった。生焼けは困りますから、お礼金を弾んだ。今はどういう人たちがやっているか知りません。562、今日ハロは行ったら求人出てた契約社員だった。17、岐阜の斎場には巨大な白い仏像があるのですが、位牌でできています。不気味です。23、写真禁止なのはなんで？24、多分火葬中の遺族への計らいちゃうかなー。31、すまん、聞いてみたら家族への計らいと違うかった。職員はほとんど B な人なので、その職員たちのプライバシー保護のためらしい。35、そうなんだ、てっきりなんか心霊写真的なものが映るからだと思った。30、最近の火葬料は公務員もあるが民営でやってるところも多い。ハロワとかにも時々だが求人が出てくる。
と、本気で仮想用に転職したい俺が行ってみる面接受ける前に年齢、できられちゃいましたけど。てか、仮想場って役に何も出ないって話を聞いたことあるんだが、そっちの方が都市伝説か ?39。俺の母親の田舎は、河原に石を積んで木を組んで、その上で遺体を焼いていたんだそうだ。まだ60年前の話。そのちょっと前は土層だったって。その頃は、まだ各家で家畜を飼っていて豚や鶏を自分たちで締めて食べていたそうで、だから河原で遺体を焼いてるの見てる子供たちも意外に怖がらずにいるそうだ。それが自然の流れだったからだと思う。今の日本は死体とかタブー視しすぎなんじゃないかな?俺が変なんか。まあ俺は、幽霊もオカルトも信じないけど。42。岡山県の S 群の山間部の一番上の集落は車が入れないのと徒歩でも道が険しいことで、30年くらい前までの焼きをワールド層が普通だった。俺の親父の実家だが、親父は何回も村の人たちとの焼きを手伝ったらしい。ある程度火が回ると棺はばらけ中のご遺体の水分が膨張し遺体は伸びたり縮んだり、上半身起き上がったりで大変だったらしい。遺体が体液の沸騰により弾けることもあると聞いた。43。もちろんそこは現在は道も整備され町の最上で仮装するようになっている。で、10年ほど前、過去に土葬した遺骨を掘り起こしそれまで、個人墓だったのを一つの墓にまとめることになった。もちろん親族一同の男では全員召集がかかり、俺もいやいやながら仕方なく行ったのだが、古い墓は座棺は跡形もなく、遺骨もバラバラになっていて、骨壺に収めるのも苦労はなかったが、祖母のそれは棺もそのままの形だった。年上のいとこがその棺の蓋を開けることになり我々は固唾を飲んで見守った。行かなきゃよかったと思った。棺の中は水が溜まり、エモイエヌ匂いがして、その水面に横になった頭蓋骨が見えた。髪がそのまま残ってるのにわが食えた。68。話ぶった切ってごめん。最近本気で仮想場で働きたいと思ってるんだけど、仮想場ってどんな仕事するんですか?仮想場求人。で調べてみても葬儀場の求人しか出てこないので、したい役仕事とかしたいんだけどな。121。あや公務員だよ。122。そうとも限らない民間運営の仮想ところも求人に出るよ公務員のなら広報とかにも載ってる時がある。123。東京なんかだと、民営もある、戦後、原則公営に限る、という厚生省の通達が出て、すでにあった民営のもの以外は公営。ただ、最近だと、指定管理者制度、といって、公営施設でも民間会社が管理することもある。このあたりは市役所なんかに聞くと詳しいよ。79。焼き終わったじいちゃんの骨と一緒に焼き終わった金属のバネが出てきた時はビビったサイボーグじいちゃんだったのかと思った。92。自分が見たじいちゃんの仮装では、終わってろから出すなりスタッフが巨大磁石で金属拾ってたよ。棺桶に使われてた釘や金具だそうだ。87。うちの母は日本海のど田舎出身だが、子供の頃、山の中にある仮装場からよく匂いが漂ってきたそうだ。その匂いはスルメを焼く匂いと一緒で、今でもスルメを焼くたびにその頃を思い出すそうです。その話を聞いてから俺もスルメを食べるたびにそのことを思い出すようになってしまった。96。最近ノロは火力が強いから骨もバラバラになり肺にもなりますが、昔ノロは火力が弱かったのでほとんど骨格標本のような焼き上がりでした。その標本遺骨を職員のおじさんが軍手をはめた手で、ポキポキ折って骨壺に入れてたのを覚えてる。98。嫌な仕事だな。97。知り合いに、おじいちゃんと一体になるとか言って遺骨を食った父がいい一族がいる。後日カチカチのうんこが出てきて大変だったと聞いた。99。全部食べたんでしょうか?
地元の火葬は、終わって遺族が呼ばれると、足、胴、首から上の3つに骨がまとめられていてびっくりした。なんか状況がなかった。ちなみに犬の火葬をお願いした時も、同じようにまとめられていた。関西の祖父の時は、骨壺が小さくて、全部入らないと思ったら、骨壺には一部だけ入れて、入らない分は共同埋葬だとか。関西は一般的に骨壺小さいらしいけど、ペットの火葬じゃあるまいし、何じゃそやと思った。100。火葬場のおっさんはサングラス着用で慣れた手つきで、頭蓋骨を動かして、これが喉仏。とか説明してた。サングラス外は完全快だったけど今でもそうなの。102。うちのじいさんまだ生きてるけど一回お世話になってるな。巻き込まれ事故で片足切断したから眠り入れるような大きさの箱に入れて火葬場に持って行って火葬してチタン製のピルケース風の骨壺に収めて首から下げてるよ。足の家へ取ってなかったなと正月に言ってた。104。そうなのか。自分が火葬されてる間、待ってるのも変な気分だろうな。103。足の家へ、笑そうか。体の一部切断した時も火葬場に行くんだね。別スレでよく工場で切断事故の話を読んでいたけどそこまで考えていなかった。106。友人が市職員の試験を受けて合格。公務員だって喜んでいたら、市営の火葬場配属になった。彼曰く、持っている資格、の欄に、ボイラー技師、と書いたことが決め手になったと後から上司に知らされたと。某政令指定都市のお話です。109。サングラスかけるのは、裏方も兼ねてるからでは？デレッキ作業するときにバーナーの炎から目を守ったり、あとプライバシー保護も考えられるな。111。火葬場と聞くとワイワイ酒飲んでる親族たちか思い出せない。119。中3の春休みに、10年前亡くなって土葬にした曾祖母を火葬し直すために掘り起こすから手伝えと母に言われ、不謹慎ながら湧く手貸しながら掘り起こしててっきり火葬場に持っていくんだと思ってたら墓地の端っこで、途端に乗せて灯油巻いて火棒あって、しかも他の墓の遺体も別の家族が掘り起こしてて、ろくに分けもせず一緒に燃やしたから混ざっちゃって燃やし終わった骨を手づかみで骨壺に入れたんだけど絶対他人の骨も入ったよな。細かいのは、いいよとか言われて骨も肺も放棄で湧いちゃったしこのことを人に話しても信じてもらえない。126。途端で焼いたのは驚かないけど、それよりその時の曾祖母さんの状態が知りたい。132。ところで若い人、10代から20代くらいの、の火葬って見てみたい気がしてくるがそういう経験をした家父、当然火葬場職員、の人はいるのかな。やっぱじいさん、ばあさんの骨とは当然違うのかな。147。昔は親族の御釜の裏、関係者以外立ち入り禁止、で覗き窓見れたようだ。聞いた話だが、若い人ほど最中に釜の中で炙られて遺体が踊ってるようだと。135。大腸癌で長患いしたおじの骨盤あたりの骨は6章だった。昨年、猫を亡くしたんだけど小動物をきれいに焼くのは難しいって言ってた。火力が強いと噛まないの風で、骨が飛んで下に落ちてしまうそうだ。うちの子はきれいな焼き姿だったけど。136。そういうのって何らかの薬剤が患部に残留してたのかな？ほらよく陶芸で釉薬かけて火に入れて化学反応でいろいろな景色作るみたいないずれにせよ病気で死にたくないもんだね。141。うちの方の火葬場は、区の職員だよ。親がやってた居酒屋に、よく仕事帰りに来てた。なんだろうな。妙にハイな人だったよ。それと、母親の田舎は30年前ぐらいまで土葬で曾祖父は。寝たきり生活が長かったから棺の中で座ってたみたいだけど、死んだ人間に体育座りってしそうだよね。普通の土葬より深く掘らなきゃならないし。143。昔の土葬はほとんどが座棺やよ。145。遺体を体育座りで埋めるのは、胎児の姿を模したものなんだってね。
146。なるほど。仮想の時代で体育座りは、無理だよね。胎児に帰れないのか。169。うちはおじいちゃんが亡くなった時箸でザクザク割って小さくして入れてた。葬儀屋さんが無表情で淡々と説明するのが怖かった。171。俺んとこでは、骨は崩すこともなくそのまま入れて、入りきらなかった分は火葬場で供養するとか言ってたな。骨は、火葬場に来た人全員にそれぞれの部位を骨壺に入れさせてた。191。火葬は腐る臭さを排除したものと考えると葬は棺の中で見えはしないといえども途中で腐る。その様子はひどいものとなり、あまりにも見にくい。特に没後9日目の暴乱葬は体内のフランガス圧により目玉が落ちかけていて見にくくすぎる。途中といえど棺で動物に食われることはないからフランはゆっくりとなる。やがて乾燥し青黒い皮が骨にへばりついたようになりフランは終わる。193。葬儀は不当に高いな。法的には火葬か土葬で済ませればいいんだろう。それなのに、やたら金かける大馬鹿がたくさんいるせいで。金かかるのは当たり前みたいな風潮がある。195。先日、ばあさんの葬式で東京の江戸川区の火葬場に行った時のこと、館内全体になんとも言えない臭いが充満してたんだけど、あれは焼いてる匂いなんでしょうか？だとしたらなんとかしてほしいもんです。ちなみに周辺は住宅地です。198。臭いの正体は大概遺族などが棺桶に入れてはいけないのに入れた副葬品その匂いダイオキシンやロクアタイクロムだったりするから危険すぐる。わら。199。そういえば、ある雑誌。本当にあった〇〇系。の投稿で、職員は遺体を生焼けで出すわけにはいかないから、途中で裏から焼けてるかきちんと見るってのがあった。205。火葬場の職員に覗き窓から骨が焼けてるの見せてもらったことがある。うちのばあちゃんの頭蓋骨と肋骨あたりが炎に焼かれながらもバッチリ見えた。当時子供だった自分にあんなものを見せるなんてあの職員は今思うと変態だ。208。199です。本当に裏から見えるんですね。でもなぜ、職員はそんな場面を見せたのかな。汗。211。面白いもの見せてやる。老人の骨は若い人より脆いから、焼きすぎるのはいけないんだ。などと職員のおじさんは笑って話してくれました。多分子供を怖がらせては楽しんでたんじゃないかな。わら。212。私も見せてもらったよ。最後のお別れを。手身内だけ案内された。おばあちゃん一瞬する目みたいに曲がった。その時、中学生の私。衝撃的だったのを覚えてる。216。父が亡くなった時係の人に、遺族の方スイッチを押してください。と言われた。兄が押したんだけど、その後少しして、ちゃんと焼けてるか小窓で確認してください。と言われてガクブル。誰も見ようとしなかったら何度も、確認を。と言われおじが見てくれた。3年前に母が亡くなった時には、それがなくなってたから安心したよ。スイッチ押すのは、まだしも、身内が焼けていく姿は見たくない。224。結構焼いてるのを見たことある人多いんだね。私も小学生の時、田舎の火葬場で見たことがあるんだけど、20年経った今でもある意味トラウマだよ。小窓から覗くと、ものすごい炎で炎の中に動く遺体が見えた。ほんと怖かった。この間火葬場に行ったけど、その光景が浮かんできてしまってダメだったわ。232。横浜市神奈川区にある N 寺を火葬場はひどいところだった。大勢の死体を処理するのと、燃料ケチって低温火葬だから、半径500メートル以内では、独特の臭気。髪の毛を燃やすと匂う、タンパク質の焼ける匂い。が漂っていた。近くの小学校に通っていたが、風向き次第で匂う匂う。また、社会科で、街の近所を知ろう。というテーマで、わざわざガキども連れて行って、ここが火葬場です。なんて案内された。今でもあの街周辺はトラウマだ。235。随分前で、
聞いた話だから詳細はわからないんだが、四国のとある火葬場が落雷で停電して、生焼けのまま遺体を別の火葬場に運んだという。遺族も大慌てだったらしいが、252。警備員してるけど、夜中に火葬場のアラームが鳴ると、一人車で点検に行く。数ある客先の中でも一番嫌な場所だよ。学校の方が格段マシ、254。怖すぐるい暮らし事とはいえ、お疲れ様です。253。火葬場から、上がる煙は、煙って、どんなにおい？257。最近の火葬場は、高温だし、電気都度は地力で煙となる灰も出さないのが一般的なんだけど、横浜市の市営火葬場にしてらお火葬場は、今でも匂うんじゃないかな。スルメ焼きに近いけど、人間の体臭のような、変に酸っぱいような、たまらなく嫌な匂いだ。258。妙蓮寺駅まで匂ってくる時もあるよね。にしてらお火葬場。ボロすぎだつーの。大口、松見町住民、よく我慢できるなぁと思う。東横線の妙蓮寺駅から東側は物件が安め、西側は高い。理由はボロ火葬場があるから。259。臭い嗅いだことないんだけどさ、結局肉を焼いてるんだから、ちょっとは美味しそうな匂いがしちゃいそうだけど違うの？よく、すごく嫌な匂い。って聞くけど、なんでだろう？鳥の丸焼き器や持つとどう違うんだろう？260。雑食の人間の油は焼くと臭いんじゃない？食肉みたいに、内臓下処理してるわけでもないし。261。理論的には、火葬場の匂いは、豚の丸焼き器と同じ匂いのはずだわな。しかも、ゴミ処理場の方が毎日大量に処理してるはずだわな。でも、生まれた時から大学時代まで妙蓮寺駅近くの実家に住んで、あの嫌な匂いを嗅いで過ごした青春時代だったけど、酸っぱめの大衆の匂いが確かに混じっている。インドのガンジス川行ったやつも、火葬による匂いがトラウマになったようだ。263。改築前の話かい？改築後だとしたら、妙蓮寺周辺まで臭いが行くことはちと考えがたい。264。え？改築したの？妙蓮寺の実家売り払ってもう10年くらいで、あの近所には行かないけど、WEB で、N テラを火葬場。って検索すると、最近の写真が UP されていて、昔と変わらないようだが。265。昭和50年頃に改築されてるよ。それ以前は、結構煙が出てたのかもしれない。現在は再燃焼き炉もあるし、煙が出るとしても点火直後のみ、一般論になるけど、再燃焼き炉からの排気は主に燃料の匂い。点火直後は未燃焼ガスが多いことから処理が追いつかず、煙や臭いが出ることもあるけど、棺を燃やす気の匂い。その後は排気の直撃を食らっても燃料の匂いしかしない。いや、燃料と何かの匂いが混じってるような気もするんだけど、何の匂いかよくわかんない。それプラス、地形的なこともあり、妙蓮寺駅付近で匂うことはありえない。299。どこかのスレでご遺体と一緒にバナナを火葬したらいいようにバナナが出来上がっていたというのがあってマジ笑った。何でも真っ黒になりプスプス言いながらも甘い匂いを漂わせていたようだ。330。骨怖くないよね。ほとんどが崩れちゃってるので理科室の標本みたいのが出てくるわけじゃない。熱々のカラカラでむしろ清潔感すらある。あれ見ると悲しみよりもあっけなさを感じるね。遺族の雰囲気も何か吸い切れたものを感じるようになる。342、330、よくわかります。亡くなった人の思い出を大事にしつつ、残った人はそれからも生きていかなきゃいけないからね。人生の棒さを目の当たりにして、しっかり生きようって気にもなれるし、火葬は良い風習だと思う。土の下で腐っていくところを想像しなくて済むのもいい。332。まあ、親族にもよるわな。最愛の伴侶や身の子供が行ってしまったら、
まともな精神状態じゃなくなるだろうしな。334。昔は死んだら清水の舞台から死体を投げ落としてたらしいね。長谷寺って名前がついてるところは概ね死体を投げ込むところがあったみたい。338。去年の夏ばあちゃんが死んで葬式終わって火葬場に行ったんだけど、その時期は亡くなった人が多かったらしく火葬場がすごい混んでて、焼き待ちの状態だった。待ってる間外からずっと様子を見てたんだけど、すごい流れ作業的に焼かれてくんだよね。どんどんとそれを見て、ビジネスライクだなぁ、と妙に感心した。339。ご老人は気候なんかに関係してるのか、ぽっくり行っちゃうときはまとめて行っちゃうからね。多分春先とか混むんだろうね。340。病院勤務なんだけど、お盆を彼岸年末年始はマジで亡くなる人が多い。年末年始は？だけど、お盆を彼岸はあの世と繋がりやすいのかな？とよく言われてる。勤務する側としては、人手が少ない時期なので避けてほしいのだが。343。避けてほしいってのはどうかと思うが、実際その時期は多いね。逆に今の時期や秋は気候が良いせいか、少ない気がする。実際最上勤務して思ったけど、月の満ち欠けや気候の変化で人の生死はある程度左右されるところもあるんじゃないかな。不思議だけど本当の話。345。自然な分娩なら、統計的には人間も満潮時に出産するらしい。産後と同じ。そして引き潮であちらへ旅立つ。366。強調度仮想だったんですけど、橋渡しとかなかったんですけど。骨上げの時、親族から並んで、死んだ人に血縁が近い人ほど、骨を多く拾うやり方だったんですけど、例えば、死んだ人の孫は3つ拾ってみたいなんですけど、変ですか？377。東京の周骨は2人で1つの遺骨を箸で掴んで壺へ。これで終わり。個人に近かろうが遠かろうが1人1回ずつ。残った遺骨は職員がトレイから一気に流し込む。入りきらなかったら箸でガシガシ砕きながら押し込む。わら。383。コピペ。小学校へ上がる前、ある畑に何人ものうごめく姿を見たことがあってさ。小学校へ行くようになってからその畑に入ってみたら燃える音と匂いがしてきたりして、怖くなって以来近づかないことにしていたら、最近になって、そこが遥か昔、火葬場だったことを、聞かされた。火葬場といっても簡単なもので、場合によっては火葬後周りに、三骨していたりしていたことあったらしい。そんなとこがなんで畑になっているのか知らんけど、何作ってもよく育つらしい。そして近所に配られてはいるが、知っている人は口にしないみたい。親戚のおばさんは子供の頃そこでよく火の玉を飛ぶのを見ていたということだ。今でも雨の日はなんか変な匂いがするので、車でも通りたくないという。387。仮装する人のことを、おんぼさん、おんぼう陰謀、と呼んでいた。彼らに、いくらか心づけを渡すのが昔からの習慣だったが、今は基本、市の職員なので、最近はそういう習慣はなくなった。心づけを渡す理由は遺体をしっかりときれいに焼いてもらうためなのだが、心づけをケチると、燃料をケチってきれいに焼いてもらえなかったり、焼き上がった骨を雑に扱われたりの嫌がらせをされたそうだ。401。5年ほど前のこと、仕事がなくて葬儀社の霊柩車の運転手を1年ぐらいやってた。もちろんその手の仕事なので不思議な体験はたくさんしたけど、火葬場の話だといわゆる無縁仏の火葬では当然お骨の引き取り手がいない。最上にもよるだろうが多くの場合、そうしたお骨は、裏手の慰霊塔のようなところに一括に捨てられる。こまめに坊さんを呼んでとぶらってるとこは、いいんだけど、四国の愛しのように全くやってないところもあり、もう、その近所はどえらいことになってる。402。もちろんその手の仕事なので不思議な体験はたくさんしたけど、もう、
その近所はどえらいことになってる。こちらもぜひ詳しく、412。では一つだけ。その供養してない愛し祭場での出来事、梅雨時で2から3日雨が続いていた。朝一番の式が終わって霊柩車に家族を乗せ祭場に向かっていた。祭場近くの T 字路にガードマンが立っていて、この先崖崩れしてるから、迂回してくれ。と言われた。葬儀社から報告受けてないし、おかしいなと思いつつ、指示に従った。迂回路にも二人ほどガードマンがいたが、祭場から離れていってる気がして、喪主の人と。変ですねー。なんて話しながら、とにかく急いだ。20分ぐらい走って、やっぱ絶対おかしいと思い、喪主と相談して引き返すことに決めた。祭場までの道のり、三人いたはずのガードマンは一人もいなくなっていた。もちろん、崖崩れもなかった。なぜ彼らは火葬を邪魔したかったのだろう？喪主や家族がいる仏さんが羨ましかったのだろうか？ 447。犯罪の匂いがするんだが、454。私も同じこと思ってた W その筋の方々がなんか大々的な始末してたんじゃまいか。433。うちのじいさんの焼いた後、入れ歯も骨つぼへ入れようとしたらそれはダメですと係員が制止した。今になってわかったのはレアメタルだからなんですね。ちゃんと管理されてるのかな？もしや職員の裏金になってるんじゃないだろうか。438。不燃物は大オキシン発生やろがいた無原因となるらすいもレモート年のじいちゃんが亡くなったが入れ歯は火葬ダメだから納骨の時に墓に一緒に入れろって坊さんに言われてた。だが納骨前に捨てちゃった長男夫婦。ORZ。462。塗装はやめて、掘り返す時髪の毛伸びてるし。ええ仕事だからしますけど。465。人間の髪の毛は残った栄養や湿度で多少は伸びるんだっけ髪が伸びる人形ってのも大方その類だと。472。人間と人形を一緒にするな。藁人形の訳を束ねていた根源が劣化し埋まっていた部分が出てきただけ。466。頭皮の下にもある程度髪の毛が埋まってるから肉が腐ったりすると伸びて見えるんだよ。529。ばあちゃんの火葬の時に、斎場まで行きはマイクロバスでものすごく時間がかかったのに骨拾い終わって帰る時は、ものすごく短い時間で帰ってきた。今思い出すと、行きはあちこち道を曲がって、遠回りしながら行っていたみたいこれってどうしてなんだろう？火葬場が混んでたのかな。530。うちの片歯、同じことが起きないように、行きと帰りは道を変えるそうだ。532。呪術的風習で亡くなった人がもう戻ってこられないように、わざと道を変えるんだってさ。俺のおばあちゃん死んだ時そうすべきだと親戚から言われて、疑問に思ったので来てくれてた坊さんに聞いたんだが、上のように説明してくれて。そんなことする必要ない。死者を恐れ切り離すのは亡くなった人への冒涜だ。と言われたので止めた。別にこれと言って悪いことは起こってない。533。神道系は汚れ、仏教系は関係なし、ということか。そういえば以前読んだ郷土史に書いてあったが、死人が出ると家の壁を壊して棺を運び出し、そしてそこを埋め戻すという風習があるらしい。要するに世紀の玄関を通さないということ。535。遺体は玄関通しちゃいけないからって、廊下の窓を出入り口にしてたよ。祖父が死んでからもう13年も経ったんだな。587。焼かれる途中で生き返るの嫌だから。爆走。とか考案してくれ。ダイナマイト2本くらい口に入れて。葉っぱ。593。実際、途中で生き返った人っておるんでしょうか？今までの世界中の歴史の中で、それとインドでしたっけ？旦那が死ぬと、順次て奥さんも旦那が火葬される日の中に一緒に入って死ななきゃなんないやつ。漫画で読んだ気がすんだけどその漫画では生きながら火に巻かれるのはひどいってんで睡眠薬みたいの飲んでた。火葬場のバイト。俺が昔火葬場でバイトしてた時の話。ある日の朝に祭場、
火葬場の玄関を掃除してたら、黒SV車が入ってきて成金な感じで、時計もフランクミューラーなんかしてるおっさんが車から出てきて死体を焼いてくれって言うんだよね。通常は死体なんか直接運んでくる前に業者とか親族から連絡があって、こっちも届け出人の保険証とか死亡届書きを持ってくるようにとか時間も指定してお願いするんだけど、その親父は最上長にもう話が通ってるからすぐ焼いてくれってかなり高圧的言ってくるんだよ。なんでとりあえずそのおっさんに待ってもらって最上長に話しに行ったら、返事一つで焼いてやれっていうもんだからしょうがなくすぐ準備してオーブン火葬炉開けたんだよ。死体は30歳くらいの男で、なんかまだ死んだばっかというか、普通の死体よりも顔もピンク色してたんだけどね。死体は普通焼く前にもう一回確認するんだけど、外傷とか派別になくて綺麗なもんだった。で、缶を消しメテロに入れて焼き始めてだいたい20分くらいしてからなんだけど、オーブンの中からものすごい音がすんだよね、ドカンドカンって。その時もう俺は目の前真っ暗になった。もしかして生きてたんじゃねえのって。でももう20分もしたら桶なんか全部焼けてるくらいだし、たとえ生きてたとしても今さら開けて助けるのは無理だって思ってしかとしちまった。っていうか手足がガクブルってどうすることもできなかった。通常1時間くらいもあれば死体なんて全部灰になっちまう。だけどめちゃめちゃ怖くて30分くらいずっとオーブン開けられなかった。例の成金親父みたいのはもういなくなってた。俺はどうしても怖いから最上長呼びに言う。で、オーブン開けるの立ち会ってくれってお願いした。焼いてる途中で中で音がした。ことも全部説明した。で、結局最上長が開けたんだけど、炉を開ける時になんか、焼肉みたいな匂いがプーンと漂ってきた。で、最上長がトレイを引っ張り出したら、その男はなぜか、反省に焼けただれていて体もうつ伏せになっているように見えた。その瞬間俺はわけがわからなくなって気が遠くなって倒れたんだけどね。でも今、冷静に考えてみるときっとその男まだ生きていたんだな。そんで焼かれる暑さで、オーブン中で缶桶をめちゃくちゃにぶ壊しながら暴れていたんだと思う。おそらくそれで中のバーナーが壊れて体が完全に焼けず反省だったんだな。俺は倒れてから一度もその火葬場には行ってないから正確な事情はよくわからない。でもその後最上長が俺のとこに会いに来てなぜか1000万くれた。多言無用だとかそういうことは一切口にせず、ただ1000万くれたんだよね。今はその金で暮らしているわけだが、トラウマになって今でも夢に出てくる。しんどいわ。623。火葬場でのお骨拾い何度かしましたが、一番印象に残ったのは春のこと。お骨の説明する方が今までと違ってテレビショッピングのおじさん風に説明しながら教えてくれたのど。仏は首の後ろの方にある骨で、仏様が油で座ってるように見えるからだとしっかり見せてくれた。なるほど、お骨が緑色のところはお花を最後に一緒に入れるでしょ。その茎や葉の緑がお骨に染みて緑色、男性は時間もかかるので火力を大きくするためお骨がスカボロになる。女性などはしっかりお骨が残りやすい。火葬場ってみんなの悲しみが溜まり溜まってる場所なのか、入っただけで空気に重みがありますよね。大事な人を亡くし喪主になったとして、火葬の時のドアの鍵代表でかける分、私はできないと思う。654。インドの老女、夫の火葬中に炎に身を投げ自殺。10月13日14時8分配信。ロイター、ライプール、インド。12日ロイター、インドのチャッティスガル州にある村で、71歳の女性が現在では禁止されている古い慣習にのっとって夫の火葬中に炎に身を投げ、自殺するという出来事があった。警察が12日に発表した。この女性は11日、回送車が火葬場を去った後に炎に身を投げた、低切な妻を意味する、サティ、と呼ばれるこの慣習は、英植民地時代の支配者らが、1829年に禁止するまで、
献身的な愛情行為とみなされていた。その後も1987年には、数千人が見ている中、若い女性が夫の火葬の火の中に身を投げて自殺する例があり、インド政府は酒を美化することを禁止するなど法律を厳格化していた。656、イギリスのインド総督が禁止し、ヒンドゥー教の賢人も聖典や古文書を漁りまくって、そんなことを正当化する教義などない。とわめいたのに、今なお続く野蛮 W 根本原因は核が経済的にも社会的にも生きづらいインドの仕組みだとか W659。むしろ旦那の家族が嫁に自死を強要するんだと。676。この前読んだ漫画に書いてあったネタなんだが、祖母の葬式で火葬場まで来たそうだふと、熱いんだろうなぁ。死んでいるからわからないだろうけど、とか思ってたら耳元で、結構熱いものですよ、と声がしたそうな。口に出してたわけでもないし怖くて周囲を確認することもできなかったそうだが、409。おしまい。